こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米海軍は20から21日、南シナ海で自由作戦を開始していた。駆逐艦で海域を航行。中国が進める人工島への抑止として作戦を展開した。その22日にはスカボロー礁付近で爆発が起きていた。南シナ海、なんと TNT 換算で最大20キロトン相当の放射線量を観測した。この時、南シナ海、海底50メートルでの爆発だった。直後、台湾と中国沿岸部で急激な放射能レベルが上昇。センサー類も感知し、発生した衝撃波を観測した。爆発地点では、米原子力潜水艦が定期的に航行していた。米海軍原子力潜水艦の爆発ではとの憶測が広がった。なんと、米国ラジオ局が、軍の情報をキャッチし報道した。こちらでは TNT 換算10から最大20キロトンと情報をキャッチ。この付近は米国原子力潜水艦が往来している海域との情報が流れることに公式発表とはいかなかった。むしろ発表する方がどうかと感じるが、原子力潜水艦が爆発したのか何かのトラブルで、放射能関連に関する部分が破損爆発の可能性が、米国だけではなく中国も関係するところだ。どちらの潜水艦なのかは未だ分かってはいない。これだけの爆発が何の報道もないことが、なんだか怪しい気がしますが、どちらにしてもお蔵入りとなるでしょうね。広島、長崎よりも最大値、放射線量を観測している。一体何が起きたのか？それに、12月4日に、米海軍が新世代原子力潜水艦の建造を発表。この爆発の後で何やら慌てて公表したように感じた。建造はバージニア級9隻が222億ドル超。日本円で2兆4000億円の高額予算契約へと向かった。この最新鋭原子力潜水艦は、トマホークを40発発射できる設備、SLBM を搭載される予定だ。だが現在は最高でも12発と制限を受けている。攻撃型原子力潜水艦は米国の真骨頂だとも言えるし、得意分野となる。すでに新たな先行進度に耐える材料を開発しているのかもしれない。静粛性はもちろんだが、原子炉の熱をどうやって隠すことができるのか、または冷却できるかで、海底での忍者となれる。静粛性では、日本も負けてはいないが、原子力潜水艦には、その稼働時間や航続距離などで劣ってしまう。原子炉は、限りなく無限に稼働ができる。ただ、食料などの関係もあるので、無限に先行はできない。補給をどこかでやらないといけない状況だ。米国の原子力潜水艦は、1000メートル潜る潜水艦もある。公式発表とはいかないが、そんな潜水艦が原子力で攻撃型だと、やはり周辺国の抑止力効果は絶大だ。それに、なぜか、米国でも SLBM の発射実験が12月14日に行われた。この最新鋭原子力潜水艦建造計画を発表した後の出来事で、やはり
この一連の報道に関係性を感じている。だが、米国側は抑止力効果を狙ったものだとの報道もあり、SLBM トライデント 2D5 はこの発射実験で176回目となった成功との報道が流れた。中国の ICBM もまた、米国本土全体を射程距離にしている。どちらも、抑止効果を狙ったものだろう。だが、中国の潜水艦技術も年々上がってきている状況の中、北朝鮮もまた、SLBM 搭載潜水艦を建造している。と同時に、SLBM 発射実験も行った経緯もあり、発射実験の連続で、日本や韓国はこれを飛翔体と呼んでいる。ミサイルだと感じたが、だが、韓国もまた SLBM 発射装置を搭載した潜水艦建造を計画している。どう進むかはわからないが、中国もまた潜水艦はまだとの情報もあり、日本など先進国の潜水艦とは全く別物と考えるのがいいようだ。やはり南シナ海や東シナ海は、日本や米国でも重要な海域となり、米国はスカボロー礁沖、中国の行動に限界を感じた。それが人口問う辺の軍事基地建設だ。何も作らないとの協定を破り、いつの間にか軍事基地へと変化し、今ではかなり大きな島へと変わっている。滑走路などもあり、補給ができるほどの基地へと変わった。今までは南シナ海を自由に航行できるほどの軍事規模もなかったが、やはり中国だ建造スピードが桁違いに速く、次から次に建造している。だが、中身がいいかは別物だ。米国には追いつかないだろうが、数で襲ってきたら、いくら米国でも太刀打ちできない状況へと、やはり最新鋭の装備品が今後鍵を握るだろう。人が使うのではなく、ドローンまたは自動化へと変わっていく。この時誤って発射事故なのが起き、最悪のシナリオにつながるのだけは阻止したいものだ。だが、今後、どんな性能の軍備が出てくるのか、そこに人が携わっているのかも気になる部分で、やはり思い出すのがターミネーターとなる。あんな状況だけは作ってはならない。いろんな反応を見てみると、実際には何が起きているのかわからないとの声もあり、実際、核実験など間違った見方も出てきている。これはありえない話で、実際には米原子力潜水艦と中国潜水艦との何かの小競り合いではないのかと、ここへ来て世界最強の原子力潜水艦が建造計画まで出てきたのが、なんだかつながりがあるように感じている。SLBM 発射実験も一連の流れであるように、この報道は以後報道されてはいない。極秘扱いとなっているかも。